アラムの時代のウラルトのハント。緑色はアッシリア帝国のハントアラマはウラルト最古の王。南方のアッシリア帝国の脅威に対抗してな、イリの諸部族を初めて統一し、ウラルト王国の礎を築いた。アラマについては、アッシリア史料に名が見えるのみで、詳しいことは全く判明していないが、内里諸部族を率いてアッシリアへの抵抗を続けた。内里諸部族は、 アラムとルティプリのもとに大勢力に修練され、中央集権化された国家組織を整えていくことになり、紀元前844年頃にアラムからルティプリの息子サルドリ一世に王権が移ったと思われる。アラムの当時ウラルトゥノとはまだトゥシュパにはなくトゥシュパに戦とされるのはサルドリ一世の時代である。アラマの時代、ナイリの諸部族は 南方のアッシリアの攻撃にさらされていた。アラマはアッシリア王、シャルマネセル三世と同時代の人物でその知性を記した年代記に登場する。アラムはアッシリアに抵抗したもののウラルトの勢力はまだ弱く、常にアッシリア軍による本土侵入と馬や牛といった家畜の略奪を許した。シャルマネセル三世は即位直後の紀元前五十八年に 内リに遠征、アッシリアとの国境にあるスフニーの砦を攻略した。アッシリア軍は砦を破壊して内リの海に到達した。しかしアラムは逃げ延びたためウラルトの勢力を抑え込むことはできなかった。そのため早くも2年後にサイドシャルマニセルは内リに対する遠征を行った。アッシリア軍はアラマのいるアルザシュ君の町に向かい、 アラマが脱出した、この街を攻略して3400人を倒し、その戦車や家畜を奪ったという。アッシリア軍は、今回もバンコにまで到達したが、アッシリアの年代記にある、輝かしい勝利という記述とは裏腹に、ウラルト軍は、正面から立ち向かうことを避けて、山にこもって、ゲディラ戦を展開したため、アッシリア軍の遠征は、今回もウラルト撃滅という目的を果たせなかった。 アッシリアに対してな、イリの諸部族は連合して立ち向かい、その統制の必要上、右合の州だったナイリ族は統一された軍隊の、体裁を整えていったと考えられる。精強なアッシリア軍に立ち向かうため川の武器は、制動、やがて鉄に置き換わって行き、その成果は、時代のサルデリ一世の代に発揮されることになる。アラマは、 アルメニア人の伝説上のシソアラムの原型となったと思われる。ただし、ウラルト王のアラムは、アルメニア人でもなく、旧約聖書のアラム人とも関わりはない。アルメニアの歴史家ホレナツィの歴史では、アラムはアルメニア人の思ハイクの古代の地とされており、また18世紀のアルメニアの歴史家、ミカイエルチャムチアンはアラムを紀元前19世紀頃の人物と考えていた。 ありがとうございます。